みたい。絶対安全ガサ。なんだろう、回避当たらなくなるとか狙われなくなるとかそういう感じなのかな。竜巻ストロー。おお、つえー、めちゃくちゃつえーじゃん。ちょっと待って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 、これ竜巻ストローで単体かこれ。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。これ単体か？もしかして。全体攻撃だったら、嬉しい。はい、どうもこんばんは。のび太の、のび、ちょっと待って、のび、ちょっと待って、誰ダメージ受けたっけ？あらら、ちょっと待って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 。祈願場にいるんだ。早く助けに行こうよドラえもん。もういきなりじゃあ祈願場行っちゃう感じ。主人公に使ってみるか。これ回復だったらいいな的な。あー、回復だ。オッケー、早速上位互換来たわこれ。うん、で絶対安全ガサってのがちょっとまだよくわからん。ちょっともうちょっと敵を戦ってみないと。オッケーオッケー、来た来た来た。絶対安全ガッサー、秘密竜巻、あー単体だ、単体。オッケー、のび太にも出せるか。かさに隠れた、かさに隠れたよ。かさに隠れてなんか狙われないとかそういう感じなのかなこれ。多分そういう感じなんだろうな。あれ食らってるね。ちょっとわかんねえな。うん、まあまあまあいいや。まあ無理して使わなくてもって感じですね。多分ボス戦とかで使えないと思うんで、これは絶対安全傘だから、まあポケットにしまっとこうか。竜巻ストローをノビに渡す。ノビは、うん、竜巻ストローで攻撃、ファイト小槌で回復。当たるがいらねえんじゃねこれ。うん、でいいんじゃねこれ。でスモールライトがどうなのかって感じなんだよ。これボスに効くかどうかなんだよね。デバフなんだけどこれ。うん、デバフなんだけど効くかな。ちょっとわかんないっすね。逆にバフ的なアイテムなんかなかったっけか。あれなかったっけ。あれない。あれなんかバフ的なアイテムあったような気がしたけど、お医者さんカバンじゃねえの。あれ勘違いだったか。チャンピオングローブもいらないねこれ。よし、あドロンパだったかな、これ防御アップ、防御アップ確か。うん、そうそうそう、バフです。これちょっとね大事よ。これ秘密道具、竜巻ストロー12って、まあちょっと消費大きいけどね。まあでもこれだけね、いいダメージ出るから、これはかなりいいっすよ。これでバトルがかなり楽になる。うん。どうでしょうかね。いけますかな、どうかな。よし。あ、ところでもうバギー乗れるのかな？どうなんだろう。いいね。いいね。なんか攻撃力依存って感じではなさそうっすね。この秘密道具のアイテムって。うん。はい、どうもこんばんは。オッケー。もうね、津軽のドラえもんクイズ選手権ね、青森県代表ですから、ほんと。僕は。秘密道具クイズ選手権、青森県代表です。
OK。OKOK。まあ、少しずつ強くはなってきてるっすね。アイテムも、これは意味ないんだよな、多分。秘密道具、竜巻ストロー。まあ、おそらくボス戦でこの竜巻ストローは効かないと思う。これまでのパターンでいくと、多分。これも、だから魔法扱いみたいな感じだよね。攻撃力依存じゃないから。ちょっと待って、もうバギー乗れる？バギーちゃん。バギーちゃんよりバニーちゃんの方が好きだけどな。バギーちゃん。あ、乗った。あー、これ楽だ。スピード速くて。でも塩化率は変わらないのね、これ。塩化率は変わらない。頑張った！ OK！ 常に頑張ってくれよ、もう。毎ターン頑張ってくれ。毎ターン。おーおー、なんか赤い。赤いぞ。あれ？いけない。あれ？ぐるっと回ってきただけじゃね、これ。ぐるっと回ってきただけじゃん。ちょっとどっか見落としてるのかな？どっか見落としてる？どうかな？おお、頑張った！オッケー。そうそう、頑張ればいつかは報われるんですよ。あ、これか。これか。オッケーオッケー。で、またすぐ降りるね。降りるね。ちょっと待って。これ乗れる？あ、ここは乗れねえんだ。なるほど。お、奇跡的に。あ、敵出た。貴様はもう竜巻ストローの餌食だ。はい、オッケー。竜巻ストロー。何？倒せない。オッケー。はい、レベルアップ。よーし。くそ！たった一歩でどうなってんだこれ。もう OK、 よいしょ。あのドラゴンボールのあの海王様の道に続く蛇の道みたいな、ぐにゃぐにゃぐにゃって、あ、来たんじゃない。ここがだからそのいわゆるバギーちゃんがいないといけないんだよね、多分ね。どんどん竜巻ストロー使っていこうかだね、この雑魚戦は。あー、倒せない。よーし。こうなったらじゃあこうでどうだ。はい、オッケー。ベリーナイス。ベリーベリーナイス。オッケー。そうそう、えげつないんすよ、このエンカウント。よいしょ。うわー、赤い。赤いし、船があるよ。赤い。ちょっと目がチカチカする。よいしょ。ほんとね、若い頃は全然気にならなかったんだけど、なんかすね、もうおじさんだからこういう、目チカチカしてしょうがないというか。よし。まあ、どんどん行きましょうよ。はい、オッケー。はい、ドラえもんかな？のび太だ。いいね、のび太着々とこう強くなってはきてる。おっと、初見だこれ。フクロウナギ。ウナギ？一応ウナギなの、こいつ。ウナギっぽい、ウナギっぽくはねえな。オッケー。ウナギの生態って未だに謎らしいですよね。ちょっと待って。毒？待て。あ、主人公毒だ。ね。毒消える。わかりやすい。毒消える。あ、船いっぱい沈んでるんだ、ここ。バミューダトライアングル。わー、怖い幽霊船が。いやー、こういうの苦手なんだよな。
こういうホラー苦手なんだよな、もう本当に。もうオカルト系は好きなんだけど、こういうの苦手なんすよ。もうやめてくれよ。買って、うわわわわ、もう船の墓場みたいな感じになっちゃってるこれ。くそー、30代はまだまだ若い。まあまあ世間一般ではそうですよね。世間一般というか、まあ会社とかの中だったらね、うん、まあ30代は若い方だと。おーっと、すごいの来たね。バトルフィッシュ、すげえのが来た。バトルフィッシュっていう割にはでもなんかあんまり戦う様相があんまり見られないな。なんかミサイル積んでるとかあんまり見られないですね。ちょっといかついけども怖いな、これも。ちょっと目が怖い。目で殺すタイプだな、あれは。わー、船いっぱいだこれ。よいしょ。どっち、これは多分どっちも一緒だよね。つながってるような。 OK。 いや、ここもこれ歩けないんでしょ多分。あ、歩けないんだ。はい、うわ、この一歩でね、敵が出るっていう、めんどくせえんだよ、ほんとにもう。OK。幽霊戦強い。いやー、火力やばくね、これ。やばくね。火力がやばいっすよ。主人公一人で倒すと踏んで、ファイト小づち。ドラえもんがやばい。ドラさんがやばいっすよ。ドラさんがやばいっすよ。はい、ドラさん、どうだ。 OK OK、 ベリーナイス。 OK。 40代になって人を教えるの怖くなって。ああ、教えるってのは例えばお仕事とかですか。お、いた、いた、来たんじゃねこれ。教えるってのは仕事ってことですか。仕事とか人に物を教えるって難しいですからね。うーん、よーし、いた、 L じゃねこれ。あー、 L だ。顔色悪いな。ちょっとこれ助けに来てくれたんだね、ありがとう。 L 無事だったんだね。はい、この神殿にポセイドンがいるんだ、最高。いや、君にはナバラの神殿に戻ってほしいんだ。いや、これってドラえもんからのあれだわ。代表落ちはカズ、三浦カズみたいな。いや、 L 代表落ちですこれ。はい、このポセイドン戦を前に代表落ちです。今ムーは敵兵に襲われて危ないんだ。一刻も早く戻ってみんな助けてあげて。ポセイドンは必ず、僕らが必ず倒すよ。アルゼンチン、ジャマイカ、クロアチアは必ず倒すみたいな。分かったよドラえもん。じゃあみんなお互いに頑張ろう。帰っちゃった、帰っちゃったよ。うわ、これまたスネオの顔これ。わあ、みんなありがとう。よかったねスネオ。さあ一緒に行こう。行くの。うん、恐るのが当たり前な。あー、なるほどな、なるほどね。いやー、でもねー、でもねー、俺は教えんぞみたいな、見て盗んで自分で覚えるんだみたいな、そういう職人気質な上司もちょっと苦手っすね僕は。そっちの方だったら明らか口でこうね喋って効率よく物を覚えたいなっていう感じはするんですけど、うん、これはポセイドンの神殿の鍵だよ、ドラえもんに渡すね。はい、これでポセイドン倒せるぞ。もう倒す前提になってるんだけど、行きたくねえな。うわ、いた、これいた、いるよこれ。ちょっと待って、スネオの能力は、あー、レベル17。いや、てか伸びたより強い。あ、これ冒険が9526になってる。これさ、もしかして一生のみよこさん引き継いでんじゃねこれ。もしか、多分それっぽいな。装備は、うわー、ないんかいこれ。もう
ちょっと待って、装備どうしよっか。ちょっと待って。この後ろにあるやつ持ってくるナバラの冠、銀のブローチ。あれ道具は持ってないよね。あ、だよね。オッケーオッケーオッケー。銀のブロー、あ、違う。銀のブローチ。スネ夫が銀のブローチをつけるのもなんかちょっと変な感じはするんだが、待って、魔法の帽子得意、ね、武器だよ、武器。武器ピコタン、ハンマー、マジカルソード、水晶のナイフ。水晶のナイフだなこれ。まあ何もないよりはマシだからな。あ、強え、全然強い。これ伸びたより強いな。うん、よし、いける、いけます。うん、土玉ファイター、いいね。4人編成いいよこれ。4人編成いいよこれ。主人公ドラえもん、のび太で、まあ大体これ上に表示されてるの分かるけど、スネ夫ってこれまだ雑だね。ちょっとスネ夫だってわからんな、これスネ夫って書いてないと。まあまあいいでしょう。OK。そうそうそう、たった今スネ夫が仲間になりました。よし。ああ、もう一歩だよ、一歩。たった一歩。はい、オッケー。これなんだこれ、なんだ、移動してきたな。守りの腕はちょっと待って、これ全員分装備、これ移動させるのすげーめんどくせえんですけど、4人分装備いじるのすげーめんどくせえよこれ。あー、攻撃下がるんだ。防御は上がるけど攻撃下がる。いや、まあ主人公やっぱ攻撃特化でいきたいから、じゃあドラさんに渡して、ドラさんは、あー攻撃下がる。じゃあちょっと待って、これもいらない。伸びたあたりに装備させれば伸びた硬くなるかな。あ、硬くなる。オッケーオッケー、いいんじゃないの？いいんでないの？安らぎの銀か。安らいでくれ。スネ夫はちょっと安らぎが足りないから。よし、オッケー。で、銀のブローチはもう速攻で外すと。速攻ポケットに返す。ちょっと待って。これさ、ちょっと上の方に行ってみていいかな。宝箱ちょっと見えてるから。あ、違う。これ取って、そっちに繋がってるだけか。巻きストロー、やばい、主人公すればダメージを負ってるんだったね。オッケー。コンクフードじゃねえや、ファイト小槌。よーし、いいね。うん、ポケットの中に黄金の爪で入ってる黄金の爪入ってねかもしれないですね、このエンカウント。オッケーいいよ。ほんとね、黄金の爪だわこれ。あ、当選簿かわいいなこれ。なかなかかわいい感じのキャラクターが出てきましたよこれ。いや、ドラえもん結構食らってる。
これでいいんじゃね。よし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 、いいね。経験値もいっぱいもらえてるし、これこっち、あれどっちが正しいルートなんだこれ。これ外枠だけ回るだけかな。いやなんかこっちが正規ルートのような気もしてきたな、これなんかそういう気もしてきたぞ。宝箱はちょっと取り逃したくないんで、取り逃しがあるとしたならば戻りますね。はい、ちょっとこっちで行ってみるけども、なんかこっちが正規ルートっぽい感じがする。多分どうかな。いやでも戻るんだったら早い方いいよな。待って、戻るか。ごめんなさい、戻りますだ。戻るんだったら早い方いいわな。うん、 OKOK、 よーし、ちょっと戻ろ戻ろ。これこうして、これだったらどうだ、落とせるかな、どうだ。頑張ったらちょっと参考にならんな。あーでも OKOK、 分かった分かった。こうしてこうして、ファイト小槌でこうか。よーし、いいね、いいですよ、非常にいいですよ。テンポが大事、何事もテンポが大事。よーし、ファイト小槌をドラさんにと。あ、ドラ、もうドラ焼きもねたくさんあるから、もうねだいぶ余裕がありますよ。これもう資格なしじゃないか。もうねこっからポセイドンにたどり着くまでが長い気がする。もう目の前に見えてるんだけど長い気がするぞ。うん、よーし、こっからもうエンカウントの嵐の予感ですよこれ。ほらもうだからもう目の前でポセイドンが見えてるんだけど長いのよ。でもねこれなんか魔界編と違って結構早めにここまで来ちゃったね。うん、割と短めだった気がするな。魔界編がね結構いろいろお使い頼まれたからなのかな。さっきも言ったけど基本この2章は、第2章はちょっとこれなんかあれだよね、一本道的な感じがするから、うん、割と苦ではない、このエンカウント以外は。はい、ほんとね敵と戦うの好きな人とかレベル上げ好きな人だったらこのゲーム最高だと思いますよこれ。倒しきってしまえ、倒しきれるかな、どうかな、多分無理かな。あ、無理だね。次で倒しきれるか。待て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 、こうしてこうして、これでどうだ、頑張った、いいね。ちょっとねポセイドン戦でね頑張ってほしい。うん、ポセイドン戦でちょっと津軽魂を見せてほしいですねこれ。よし、いやスネ夫これ強えな、結構 HP 高いし。ほらやっぱこ、あれ違う、こっちに飛んでくるだけか、なんだよこれ。
だよ、全く持って戻ったの無駄だったな、これ。まあいいか。バイト小槌じゃねえや。竜巻ストロー、オッケー。まあ、ここに繋がってるっていうね、発見があっただけで収穫ですわ。うん。そう。何もないっていうのが分かっただけで収穫です。特に何度も言うけど、このゲームは武器はもう宝箱で取るしかないから。毒消える、いらねえな。よいしょ。これはどっちが正解だ。近い、こういうのは遠い方があれだから、遠い方が正規ルートだと思うので、近い方から行こうか。いやでもさっきな、近い方からこう来た方がショートカットになってたしな。いまいちその理論は当てはまらんのかこれ。しょうがねえな。ここで扇使うか。これはあまりにもこのひどいエンカウントね。これに私、ドラクエ4でですね、4の実況の時にですね、編み出したんです。この鬼のようなエンカウントに対抗すべく、扇を、はい、編み出しましたから、今ここで使いましょう。よし、OK。一応回復はしとくか。一応回復はしとこう。これはコンクフードでいいかもしれん。コンクフード、名付けて刻んで歩く作戦。 OK、 刻んで歩くとエンカウント率がダウンするという都市伝説。刻んで歩く、ほいほい、きた。この刻んで歩く作戦関係ねえ関係ないのか。関係あるわけねえよな。くっそー、刻んで歩く作戦神話が途切れた。くっそー、マジか。散歩で終わったし、散歩で終わったよ。マジかよ。もうちょっと楽しませてくれでもいいじゃんね。くそ、じゃあもう一回行こう。もう一回刻んで歩く作戦で行こう。よし、もう少しだからね。もう少しだから。ポセイドン、待っとけよ、マジで。首洗って待っとけよ。OK。刻んで歩く作戦。おい。おい。ほら、来た。エンカウントしない。エンカウントしない。しないぞ。これは、しないぞ。よいしょ。よっと。スーパー、うわー、いらねえな、これ。よっ、くっそー、くっそー、エンカウントした。ちょ、もう一回行かして、もう一回刻んで歩かせて。くっそー、神話が途切れたじゃないか、もう。悔しいな。大魔神佐々木が撃たれたぐらいのショックがありますよ、これ。はい。よーし。いきます。ほい。だね、これもうちょっとこう刻むスピード、あのスパンをね、ピッチをね、もっとこう長くこう取ろうか。ほらほらほら、エンカウントしね。ほら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 、来たんじゃね、これ。ほいほい、ほらエンカウントしねえぞ、これ。フックの義手、はい、武器だ。あれ、ちょっと待って、フックの技術、フック船長のあれか、あのあれだよね、多分。
あれ、あれだよね。よし。もうまともに実況する気ないみたいな。あれとかこれとかそれとか。龍神の次、龍神。よしよしよし、オッケー。わあ、この作業がめんどくさい。この作業がめんどくさい、ほんと。よし。錆びたサーベル。よし。ほい！来たー。ほい！ほらー、これエンカウントしないんですよ、これ。ほい！ほらいいよ！ほらー、どうだ、この。この作戦、これはさすがにね、メーカーさんもね、これはもう目から鱗だと思いますよ、この作戦は。はい、まさかこんな歩き方をするプレイヤーがいたのかみたいな、これはもう制作者さんの盲点をついた作戦だと思いますよ、これ。いいよ、ほらエンカウントしない。ほい、いいよ、あくだらねえな、おい。くだらねえ。くだらねえ。はい。茶番に付き合っていただきありがとうございます。こんなペースで歩いてたらすぐね、もうあの朝になっちゃうから。もうとっとと行っちゃいましょう、これ。届け、届かない。はい、よーし。いや、シール使いたいんだけど、シール使ったら使ったで今度また極端に塩化下がるんでレベル上がらなくなっちゃうんですよね。まあまあ、これだけのエンカウントなんでレベル上げとかやろうものならすぐレベルは上がると思うんですけど、そんな苦なくね、レベル上がるとは思うんですけど、まあわがまま配信者ですよ、ほんと。敵出なかったら出ないでグダメグし、出たら出たでグダメグんです。はい。いやね、もうそれをネタにしないとね、やってられないんですよ、もう。来た、何？ゲラメソープンピストル。何を言ってるんだお前は。これだ。これピストルっていうぐらいだから、多分武器、戦うときに使う武器的な感じだよね。ちょっとこれまた強いんじゃねえの、結構。なんかね、あれ欲しいのよ、全体攻撃的なやつ。スネオに持たせてみるか。全体攻撃とかだったら嬉しい。一回使ってみようか。ゲラメソ、ゲラメソプンピストル。はい。お、全体攻撃くせえな、これ。選ばなかったから。対象選ばなかったから全体攻撃くせえぞ、これ。どうだ。お、いった。ああ、いいね、いいね。まあダメージ自体はそんなだけど、いいと思う、この全体攻撃は。うん、いいと思う、これはいいな。うん、よーし。はい、オッケー、ベリーナイス、ベリーベリーナイスです。オッケー、オッケー、いいよ、スネ、ちゃまレベルアップ。